はい、AO 推薦入試よくある質問、5つ目は AO 入試の偏差値は、先ほどですね、丸3番で、AO 入試の難易度はという、質問にもありましたけれども、まあ、そこで私偏差値の話しました。で、結論としては AO 入試に偏差値はありません。はい、合格試験のように、英数国理社でのペーパーテストで測るものではないので偏差値ないです。はい、ですので偏差値で考えるというよりは、これも先ほどお伝えしましたが、自分のやりたいこととその大学のマッチングですね。はい、自分のやりたいことがこの大学だったらできる、この研究やりたい、それはここの大学じゃないとできない、そういうマッチングを重視してください。ですから、まあ、一般入試と同じように明治等の、G マーチの、大学をしたけれども早慶合格するみたいなケースも AO にもありえます。マッチングです。そこを重視してください。以上でした。